新約聖書ローマ人への手紙の12章の9節から21節までですね、私が奇数節を読みますので、皆さん偶数節をお読みください。ローマ人への手紙12章9節、愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善に親しみなさい。兄弟愛を持って心から互いに愛し合い、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさい。望みを抱いて喜び患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。生徒の入りように協力し旅人をもてなしなさい。あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであって呪ってはいけません。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。互いに一つ心になり、高ぶった思いを持たず、かえって身分の低いものに順応しなさい。自分こそ知者などだと思ってはいけません。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら、彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃え炭火をすることになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。ずっとこのローマ書を学んできておるわけですけど、一章から五章あたりまでですね、この天地万物を作られたこの神様の前に、全ての人がこの罪を犯してですね、永遠の滅びに定められているとね、それに対してこのイエス・キリストの十字架のですね、許しの恵みによってですね、許されてですね、天国に、この迎え入れられるとですね、いう土台の上に人生を築きなさいとね、また6章から8章においてはですね、その十字架を土台にしてですね、この聖霊に導かれてこの生活しなさいとね。そして9章から11章においてはですね、この歴史の中における神様のですね、ご計画といいますか、そういうことについてですね、書いてあって、視野がですね、非常にこう山のてっぺんからね、この町をですね、見下ろすようなですね、全体像といいますか、そういうこの鳥の目を持ってですね、この社会全体を見るようなね、そういうこう広さがあったように思うんですけども、12章に、入ってきますとですね、この具体的なこのクリスチャン生活といいますか、人生をどう生きるかというね、そういうこの視野がですね、非常に小さくなってきているなというね、石川啄木の歌に東海の小島のというね、いう歌がありますけれども、東海の小島のですね、その広いこのですね、太平洋がまず思い浮かぶわけですけれども、しかしですね、その中にある小さな島はね、視野が映って、そしてその小島のですね、もう小さな砂浜ね、
二名をやって、そしてこのその砂浜にですね、こう、うろうろするこのカニの何か背中にまでですねこの視点が行くというね、まあそういうこう素晴らしいこの短歌がありますけれども、何かこうローマ書を読んでるとですね、いや何か十二章に入ってから急にですね、まあカニの背中が見えてくるというか、この私たちがですね、人類のとか、この世界のというね、そしてこうどう言いますか、その十字架の恵みですね、また歴史のというですね、そういうこのことに目をやってたのがですね、まあ日常生活にですね目が移ってくるというか、まあそういうことをまあこう感じるわけですね。まあそういう面で何かこう読んでてですね、この物足りないかのようなですね、まあそんな感じもするわけですけども、まあしかしこう非常に具体的なね、この話になっているなということですね。9節から21節までをまあ1週間かけてこう繰り返しこう読むわけですけどね。まあ12章の9節にはですね、愛には偽りがあってはなりませんとね、悪を憎み善に親しみなさいとね、まあ私たちのですね、このまあ一日一善とも言いますけれどもですね、まあ人に喜ばれるですね、良いことをしなさいというか、ゴミが落ちていたらゴミを拾ったら一善という感じですね、人に挨拶したら一善という感じですね。本当にこう毎日毎日が小さなこの良いことのですね、まあ積み重ね、であると思うんですけどね、その後ですね、ずっとこの兄弟愛を持って愛し合いなさいと、尊敬を持ってですね、互いに人を自分を勝っていると思いなさいとかね、ずっとこう話が展開していくわけですけどね、まあいろんなこうところに話が飛んでいきましてですね、まあ9節からまあ12節まではですね、まあ基本的にこのまあ自分自身の生活に視野があるように思いますね。勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさいね。本当にまあ一生懸命ですね、こうコツコツとですね、自分のなすべき、ことをですね、主婦なら主婦の仕事ね、この農夫ならまあ畑仕事とかですね、またこう教師ならば何かそういう教材研究とかですね、そういうものをコツコツとですね、勤勉で怠らずね、この熱心にね、それをやりなさいね、まあそういうふうなことがまあ書いてある。でまあ13節から16節はですね、生徒の入りように協力し旅人をもてなしなさいね、まあこのまあクリスチャンのまあ愛の、まあ、具体的な特徴としてですね、そういうこうホスピタリティというかね、人を招いて、そしてそれをまあ接待するというかね、そういうまあ交わりにおいてもですね、またこのまあお茶お菓子を出したりとかですね、まあそういうことにでもね、まあもてなすというね、心ですね、まあそれは素晴らしいことだと思うんですね。まあ今週はまた同窓会の準備会があったしてね、まあ、7月にもありましたけども、まあ、本当にこうそういう同窓生、まあ何かこう、まあ、自分の同学年いうものを考えるとですね、まあ神戸中学校と、まあ、染越中学校が合併した時なんでですね、何かこうあまりこう十分に混ざり合っていない何か中でですね、あまりこうそんなに、こう親しさもまあ中ほどかなという、まあそんな感じでですね、なかなかこう同窓会って言ってもこう積極的になれない人たちもですね、多くあるみたいなんですけども、まあでもこの
この春先から3月とか5月とかまた7月とかですね、何回もこう準備会重ねてきてですね、まあ、その準備会自体が一つのですね、まあ同窓会のような感じで、まあ、みんなとですね、交わり、またこのですね、このその交わりをもてなすことができるということはね、また同窓会当日、またこのその後のまあ文集作りとかね、まあいろんなことにおいてですね、それもまたこのクリスチャンとしてのまあ実践かなと、まあ人によったらですね、まあそんな、なんでそんなしんどいことするんじゃやというふうにですね言われる向きもあるわけですけども、まあ、しかしまあ生きるということがですね、まあそういうまあまあもてなすというか、ホスピタリティというかね、そういうまあものことを大事にするということはね、まあ非常にまあ大事なことじゃないかと思うんですね。まあそういうことの中で、まあ15節、喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさいとね、まあ同窓生のまあいろんなはがきとかですね、連絡取ったりとかいろいろする中で、やっぱりこうまあある面順風満帆にということでもないんでしょうけども、まあ公務員とかですね、学校の先生とかわりかしこう安定した仕事に、ついている人とですね、わりかしこう失業とか転職とか離婚とかですね、いろいろこう人生の波乱にですねこう巻き込まれながら、まあ案内状も、まあ、送ってほしくないという、まあそういう人たちさえもいるというね、ことを思うときにですね、本当に何かこの同窓会っていうのはですね、この喜びとまた涙がまあ交錯する、何かこう人生を見つめる部分が、まあ、準備会の中にあるなというかね、まあ、そういうことの中で、まあね、それでもまあ一つの心になりね、高ぶった思いを持たずね、このかえって身分の低いものに順応しなさいとね、まあこう人生の中でまあ最も恥ずべきことの一つはやっぱり何かこうね、こういろんな人を見てですね、こう見下したりですね、してまあ自分は偉いものかのようにこの高ぶるというかね、まあそういうこう危険性というか非常にあると思うんですね。まあそういうことの中で、まあ避けられないことですけれども、そういうようなことはね、しかしまあそれらを心を照らされながらね、このひげ、過ぎたこう自己ひげもいけないし、またこのなんていうかこのどう過ぎたこの高ぶりもいけないね、まあ、ちょうどというところをね、まあ、神様に、示されながら照らされながらですね、私たちのまあできることをね、もてなしたりね、祝福したり、またこの喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣くというね、まあそういうこのまあまあハンドルさばきというかね、この人間関係づくりというものがね、まあ非常にこのまあ同窓会準備しながらもですね、もう一度この教えられるというかね、まあ13節から16節はそういう意味でこのまあ対人関係というかね、に対してのまあこの御言葉が語られていると思いますね。で17節から21節まで見ていくとですね、誰に対しても悪に悪意を報いることをせずとね、またこの19節ではですね、自分で復讐してはいけませんね、何かこう本当にですね、まあ、パウロ自身はですね、このものすごくイエス・キリストの福音をですね善意で述べ伝えているわけですけどもね、しかし、この至るところでですね、12章20節があるようにね、あなたの敵がとね、それからまあ21節の悪に負けてはいけませんというね、そういうこのまあ敵対する人たちがですね、パウロをですね迫害し、この攻撃する人たちがいたということですよね。まあそういう面でこうどう言いますか、それに対してね、どうすべきかとね、悪に悪意を報いることをせずとね、
自分で復讐してはいけません、神の怒りに任せなさい、ね、まあ、パウロはですね、このまあ、ローマ書全体を見てもですね、まあ、そのところでですね、まあ、激しい論争、特にユダヤ人の、まあ、街道を中心にですね、あちこちで、まあ、パウロはこの聖書を用いてね、伝道したわけですけども、そこで、まあ、いろんな反対者にもあった、ね、しかしイエス様を信じる人もたくさん起こってきたとね、そういう中でですね、この彼はこの迫害といいますか、石を投げつけられてね、もう半殺しの目にあって、町の外にもう死んだと思って捨てられたというようなね、記事もあるぐらいですね、大変なこの苦労をしながらですね、この働きをしていったわけですけどね。しかしですね、このそのパウロはまあ一歩もですね、その議論においてはですね、妥協することはなかったしですね、このローマ書であるようにですね、この人間のその技によって救われるのではなしね、特権によって救われるのではなしにね、このイエス・キリストのですね、十字架の贖いによってね、身代わりの犠牲によってだけ救われるんだとですね、そして御霊によってですね、その恵みが私たちのですね、生活にあふれるんだというね、そういうことをまあ一生懸命説いたわけですけども、しかしですね、このそれでもですね、迫害やね、またこのそういうこの戦いを避けることはできないね。だから17節か20節にはですね、このそういう悪に対してね、どのように対処すべきかね、自分に関する限りはですね、18節、すべての人と平和を保ちなさいね、なんとか平和を保とうね、しかしですね、このそれでも彼ら攻撃してくるね、しかしそれに対してですね、自分で復讐してはいけませんとね、神の怒りに任せなさいね、最終的にはですね、神様がですね、最後の審判においてね、復讐は私のすることであると、私が報いをするとね、神様が裁いてくださいね、まあ、この辺もまあ本当にですね、まあ義人は信仰に生きるというふうにですね、ローマ書の一番最初にありましたようにね、ハバクックがね、悪が栄えね、本当に正しく生きる者がですね、苦しむという世界を見てね、神様一体何をしておられるんですかとね、何か叫んだ時にね、義人はね、信仰によって生きるんだとね、まあ神様は答えられたとあるようにね、本当にね、最終的にはですね、神様がちゃんと審判してくださると、だからですね、私たちはですね、信仰によって生きるんだとね、食材の基盤に根ざしね、御霊によって生きるね、しかしその中でなお私たちはですね、戦いとですね、迫害を避けることができないとね、その中で私たちはですね、この食材ないキリストない根ざしてね、この生きていくんだ、具体的にはですね、あなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさいね、敵に死を送るようなですね、生き方ね、乾いたなら飲ませなさいね、右の方を打たれたら左の方を出すようなね、ね、そしてそうすることにあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのですね。本当にですね、この敵がですね、悪いことしてきたら、こちらはですね、この善意を持って答えるというね、何かそういう、まあ、生き方ですよね。本当に1マイル強いられたら2マイル生きなさいとね、福音書の中には書いてありますね。悪に負けてはいけませんね、それにただ耐えるだけじゃなしにね、善を持ってですね、このまあ、この応答していくというね、善を持って悪に打ち勝ちなさいね、その具体的なことの中には、まあいろんな神様の知恵が必要と思うんですけどね、ただ単にですね、このホイ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 この頭を下げてね、この蹂躙されるということでもないですね、もっと勝った何かね、この毅然としたね、何かこの尊敬されるようなね、そういう、まあ、生き方をね、貫きなさいということですね。まあ、今日テレビを見ておりましてね、その中でこの NHK の番組の中でですね、このたい焼きの何と言いますか、型番を作るね、まあ、そういう、まあ、仕事をしている人がおりましてね、もう何十年も前にね、そういうこうたい焼きの型番作ってね、それをまあ木で掘って、このどう言いますか、
作るですね、この菓子職人みたいなですね仕事をしている人ですけど、まあその人はですねそれをまあ、 2日ぐらいで仕上げるらしいんですけど、まあしかしですね、いやこれには将来性がないなと思ってですね、この悩んでおったそうですね。そしてまあこれからはまあ機械の時代だということですね。でまあ彼はですねこのこういうですねことをですね機械でできないだろうかということをですね、考えてですね、もう四六時中そういうことを考えるようになってですね、そしてこのやがてですねこの餅をですね、この羽二重餅をですね、この あんを羽二重餅で包むという機械をですね彼はまあ作り出していくわけですよね。非常にオリジナルな機械でね。それでですね、その後でそれがまあ非常にヒットしてですね、その後まあ日本中のこのパンの会社がですね、この最終的にこのあんパンをですね作るわけですよ。あんパンをですね、あんを包むあんパンを作るわけですよ。最終的には人間の手でですねこう包まないとですね、きれいにこうあんパンが包めなかったそうですね。でそれでですね、それを機械で できないかという依頼が来てですね、まあいろんな工夫をしてですね、このまあ道端のなんかこうマンホールの四つ葉のクローバーのなんかこの何と言いますか、この絵からですね、このアンパンの頭を包むですね機械を作ってですね、彼はですねそれが大ヒットしてね、このまあたくさんのこの利益を得たそうですけども、そしてまあその利益がですね、まあオリジナルな商品だからね、いくらでも値段がつけられるね。しかしまあその得た収益をさらに新しい開発に再投資していくというね、まあそういうまあことをまあやった人のことが出ておってですね、まあいろいろ教えられたんですね。でまあ今日のまあ箇所はですね、この9節から21節全部見ていくとね、いろんなこの個別のですね、進めがたくさん書かれていると。個人に対して、対人関係に対してね、対悪人に対して、うん、ですね、個別的な進めがですね、バラバラにこのですね書かれている。しかしですね、それを一つにまとめているですねこのものがあるね。それがこの旧説にあるですね、愛に偽りがあってはなりませんというね、このキリストの食材に根ざしたこの愛であるとね、その愛に根ざしてですね、私たちの善が生まれるんだということですよね。そしてその愛というのはですね、このどう言いますか、この罵られたりあざけられたりね、いろんなそういうまあことに対してもですね、このイエス様はですね、取りなしに捧げられたそういうこのですね、食材の愛であるというね、その愛がですね、すべての根っこになってですね、このいろんな形のね善行を生み出していくということですよね。まあこのまあアンパンの話でですね、このそれを見ながらですね、ああそうだなね、クリスチャン生活はですね、このいろんな善行のですね、このまあ包むですね、このパン粉の中にですね、まあこのイエス様の十字架に根ざした愛というですね、このあんこが入っているようなね、そういうまあ生活なんだなということをね、教えられたんですね。まあまあその人はですね、まあ四六時中ですね、そういうこの生活の中からですね、いろんなこのアイデアをね、この探してですね、この生涯を生きていて、まあ、次々とですね、まあ、発明をですね、まあ、生み出してきたという人なんですけども、私たちも、まあ、イエス様の食材の愛に根ざしてね、御霊に導かれて、そしてその御霊はですね、具体的な状況の中でですね、個人の生活、対人生活、また対悪人のですね関係の中でですね、具体的な知恵をね、この神様の知恵を与えてね、そのそれぞれのその TPO にですね、この応じたですね、この導きを与えてくださる、知恵を与えてくださるね、発明を与えてくださるということをね、もう一度ですね、教えられたわけですね。そういう意味でこのまあ私たちはですね、この具体的な生活の中でその神様の知恵を
このまあ再発見していくね、そういう恵みの繰り返しの中にね、新たな発見の中にね生かされている、そういう神様の知恵を求めながらね、この内からあふれるこの十字架の愛の現実をですね、この具体的なこの現実にですね、この目がですね開かれいったらですね、それもまた小さなことかも、小さなこと積み重ねかもしれないけどね、それがまた非常にまあ楽しみなね、まあ人生ではないかと思うんですね。そのことをですね、この心に留めながらですね、また1週間ね歩んでいきたいと思いますね。では、これだけ持ちましょう。